太陽光発電太陽光発電の市場動向あたり記事では太陽光発電に関する事柄のうち特に太陽光発電の市場動向について述べる世界の太陽電池生産量太陽電池の市場規模は指数関数的に拡大し続けている世界の導入量は2020年に 345GWP2030 年2081 GWP に達すると予測されている。金額ベースでは、富士経済によれば2025年には、太陽電池そのものが約9兆円、構成機器全体では約13兆円、システム構築市場が約18兆円等、それぞれ2009年の5倍以上に達すると予測されている。2012年の世界市場での太陽電池、 モジュールメーカー上位各社の供給量及びシェアは次の通りである。2015年の世界市場での太陽電池セル製造メーカー上位各社のシェアは次の通りである。上位10企業のシェアの合計は53%で2008年の54%から低下している。2008年の世界市場での太陽電池セル製造装置売上高上位10社は次の通りである。 日本での助成策は2011年10月現在、余剰電力買取制度のほか、国、自治体等による設置時の助成が行われている。国によるもの地方自治体によるもの市民、共同発電所日本における太陽電池の出荷状況日本におけるモジュール単価の推移2010年における日本の太陽電池生産企業上位6社とシェアは下記の通りである。また、 生産量の合計は 2.2GWP である。2011年7月には昭和シェル石油の子会社ソーラーフロンティアが宮崎県に年間生産能力は900メガワットの単一工場としては世界最大級のラインを稼働させる。サニックスも2010年からソーラ発電システムメーカーとして参入した。その結果、二千十二年内に日本の太陽光発電施設は 家庭用とメガソーラーを合計して 7.5GWP 出力に達すると言われている。蒸気以外にもセル生産や部材供給に関わる企業が多数存在する。また、SB エナジーが各メーカーのソーラーパネル発電の実証比較を行っている。日本における太陽光発電システムはオイルショック以降、サンシャインプロジェクト1974年に 現経済産業省の新エネルギー技術開発計画によって愛媛県西条市に約 1000kW の太陽光発電装置を設置し発電、配電の実証試験を開始等によって技術開発が進められた。1992年に日本初の個人住宅における逆潮流ありの設備が導入され、以降 NED o 新エネルギー財団国、 地方公共団体等の女性及び各電力会社の自主的な支援プログラム等により普及してきた。これによって設備価格は数十分の1になり、また日本は生産量、導入量とも世界一となった。2000年までヨーロッパ全体よりも日本の初、2005年にネフによる女性が終了して、以降2007年まで国内市場は縮小した。 日本のシェアは減少し、世界一の座から転落した。この理由としては、政策的な不備が指摘され、ドイツなどで成功を収めている固定価格買取制度の導入を求める意見が出ていた。2008年に福田ビジョンによって導入量の大幅増加の目標が打ち出された。これに沿って、経済産業省が出した緊急提言で補助金の復活が示唆されたため、 逆に買い控えを招いた。この緊急提言の内容は、女性制度として効率が良いとされる、固定価格買取制ではなく、旧来の補助金制度である点も批判された。2009年2月、環境省は、太陽光発電を含む、再生可能エネルギーの普及による費用や、経済効果の試算を行い、そのうち太陽光発電は2020年までに 37GWP、 2030年までに 79GWP の導入が可能ではないかとした。再生可能エネルギー全体の導入の費用は2030年までに25兆円に上る一方、それによる経済効果はその2倍以上になり、同時に数十万人の雇用を生み出すだろうと試算している。普及政策としては固定価格買取制度の採用を提案する一方、 今後の産業界との調整などの課題も挙げている。同月、経産省は初期投資を10年程度で回収できる助成策を導入することを発表し、環境省もこれを歓迎した。これによって導入ペースの大幅な加速とコスト引き下げが見込まれている。またソーラーシステム産業戦略研究会により、2020年の世界シェアの1、3を獲得した場合、 関連産業の経済効果が最大で約10兆円、雇用規模は最大で11万人と試算されるなど、経済、雇用に及ぼす好影響が期待された。主要各政党も女性制度を強化する姿勢を打ち出しており、導入ペースの前倒しや対象の拡大などが提言されている。こうした動きを受けて、新エネルギー部会などにおいて、 計画を数年前倒しして2020年までに、普及量を2005年の約20倍にする目標が打ち出され、経済危機対策などの観点から早期の導入も図られ、2009年11月1日から開始されることとなった。制度開始時の住宅における余剰電力の買取額は48円、キロワットアワーで、その後順次減額されている。2011年度は40円。 キロワットアワーで価格の低下を促すために今後さらに減額される予定である。また2012年より全量買取制度が導入され産業用設備の助成が拡充されるとともに他の再生可能エネルギーも対象に加わる予定である。詳しくは固定価格買取制度日本における状況を参照されたい。2011年3月の東日本大震災後 日本政府による自給エネルギーの確保と低炭素社会の実現という政策で化石燃料や原子力に依存しすぎないエネルギーミックスを推進。2012年7月には再生可能エネルギーの固定買取制度が導入され、新規事業者の参入が相次いだが、その後の買取価格の段階的な引き下げで市場拡大のペースが鈍化、事業者の乱立の影響もあり、 競争は激化し、早くも、淘汰の時代に入り、倒産業者数も2015年度には54件と、前年度比較で倍増。2016年には1月9月だけで42件に、上った。2016年には、日本ロジテク、太陽エナジー販売、サイエコイングなどが倒産した。代表的な専門学会、展示会を下記に記す。 国際学会展示会国際的な展示会は、インターソラー等、年間数十件に上る。大きいものでは7万人以上が訪れる。日本国内日本国内。ありがとうございます。